る君へ深掘り企画、明るさの裏側にそして悲しき枕の草子。南紀町ね、はい、ここでは枕の草子って実は明るくて強気で、なんか清少納言って生意気だよねとか、中宮亭主に自分ばっかりなんかすごくよく思われたみたいに書いてるよねとかいう人がよくいて、現代でもなんだよ大した家柄じゃないのにって批判って実は専門家の中でも多いんですよ、うん、ところが実は出来上がったストーリーに光を当てると悲しみを隠して明るく書いている悲劇の物語なんですよ、はい、内容は悲劇じゃないですよ。なんだけど要するに成り立ちがですね、ですからそれを清少納言と亭主の信頼と切なさの物語であるということを皆さんにちょっと知ってもらって、枕草子ってなんか強気にプライド高いこと言ってるよねっていうより、なんでプライドの高いことを言っているのかっていうことがご理解いただけたらと思っています。清少納言が好きになるかもしれません、はい、では行ってみたいと思います。そして悲しき枕草子ですが、清少納言っていう人が、まあ、この監視の回でもなんか強気でブリブリ言っちゃう人とか、うん、打球の時でもなんか忠信様に好かれちゃっててとかグイグイ言ってますよね、はい、ですが真宙がしっかりしておとなしい人なのに対して強気でワイワイ言っちゃう人、うん、でもどっちも知識も教養もあるよみたいな設定の中である種のライバルのように描かれていますが、清少納言にはそうなるための生い立ちや背景がありました、うん、でここに出てきた清少納言のお父さんの清原の元助という人たちの事情もあります。で清少納言は生没年は不明です。でも966年生まれと見られており、道長と同い年です。で紫式部も生没年が不明なんですが、今回の設定では970年生まれという形で、話が動いていますので、こちらとは4歳年長ということになります、うん、まあ大体関係性分かりますよね。でこの清原の元助なんですが、その元々は皇族だったいい家柄なんですけれども、あんまり出世はしませんでした、うん、従位の上までっていう形で最終的にはなったんですが、当時貴族諸説あるんですが平均寿命は50歳ぐらいだと言われてるんです、はい、源氏物語でも光源氏は40歳で今の還暦みたいなお年寄りの会をしてもらうんですよ、うん、だから40歳ぐらいで、もうお年寄りっていう体になるので、それで50歳ぐらいが平均寿命で、女性はもっと短かったと言われてるんですけども、はい、そんなような中貴族で83歳まで現役で官職を務めたんです、うん、で最後熊本である肥後守を務めていて現地で亡くなるんですが、ね、一番びっくりするのは清少納言は元助59歳の時の子供なんですよ。いけるねおじちゃんと、ね、50でみんな死んでるのに59歳で娘が生まれるって、うん、お現代で考えたらどうなってんだそれって、ね、もちろんなんか狙ってってよりたまたまかもしれませんが、そういった事情があったわけです。しかもなんで83歳まで官職を元助が務めなきゃいけないかっていうと、当時はお願いに行って引き立ててもらって官職もらうんですよ、うんうんうん、偉い人とかに。元助もそうしてます。それは息子たち、つまり清少納言の兄たちが冴えなかったんです、うん、だから一族のため元助はもうなんだか80になろうが頭下げて官職もらって、じゃあ熊本まで行きます、いやぜひ行かせてください、年寄りですけど頑張りますって現地で死んだっていう、なかなかですね5位ぐらいだと、5位以上が貴族なんで、はいはい、ギリギリ下一杯なんで、やっぱり経済的にも大変だったと思うんですよね、うん、しかも自分の子供たちがどんどん行かない、じゃあもう自分がとにかく年取っても頑張るしかない、その環境で清少納言が子供としていたということがまず分かるわけです。で元助自体は深掘りでもちょっと言いかけましたが、36歌仙の一人に数えられる和歌の名人として非常に著名な方です、はい、で百人一首に載ってるような歌なんかもこれ実は代読してるんです、うーん人に頼まれて。
だからもう必死でいろいろ小銭稼いでるわけですよ、はい、真宙も代筆してましたけど、ああいうようなことを実際元助は行っていたんで、だけどそうするとしんみりしそうな気しますよね、うん、明るい性格だったんですよ、ひょうきんで。有名な話が葵祭りの宝永氏の事件っていうのがありましてね、はい、当時こういう帽子を取るということについては下着を取られるぐらいの恥ずかしいことだったっていうのが大河のナレーションでもあったんですけれども、うん、鎌倉殿でもありましたよね、はいはい、上なり打ちの時に髷を切っちゃってなんでそんなことすんだっつってその大暴れになっちゃったことがあったんですけども、当時それはありえないことだったんですが、葵祭りっていうのは上賀茂下賀茂の京都の神社の大きな有名な今もあるお祭りです、はい、宝永氏というのは天皇からの要するに貢ぎ物お供え物を持って使者としてその神社に持ってこうとしたんですね、うん、で行列になってますよね。そこに馬が暴れちゃって元助が落馬しちゃうんですよ、うん、そしたら帽子が脱げちゃって、元助これ髪の毛ありますけどつるっぱげだったんですよ、波平状態。それで帽子は脱げるわもうハゲだわね、それで夕日を浴びてテカってたって記録もあるんですよ。だから普通だったらもう恥ずかしくてやってらんないんだけど、この人は同日ひょうきんなんで、いやー私は毛がないんで帽子が取れたら落馬しちゃったら帽子は取れます、過去でもですね皆さん聞いてくださいよ、こういうことが中国であってこういう人もこうなった時にはこうしたんですって、もう庶民がどっかんどっかん受けんだって、面白いこと言って、はあ、で元助は人間ができてると、うん、ね、帽子は取れようが実際はげてようがそんなことじゃないと、元助っていうのはさすがはすごい男だって言われたぐらい、その明るい性格というか気にしないというかひょうきんな男だったと言われています。ですから清少納言の立場から見れば、父は和歌の天才だけど高齢でなおかつ働かなきゃいけなくてだけどひょうきん、で兄たちはぼーっとしてるのか出世できない、はい、ですからお父さんはいずれ亡くなりますよね、はい、当時は実家に女の人はずっといるんだから、かゆい婚ですからね、だからその将来頼りにできる人物が期待できない環境なんですよ。なるほど。お父さん死んじゃったらお兄ちゃんたち冴えない、え私はどうなんのって、お父さんも超高齢、うん、ね、頑張ってるけど、だから結局プライドを持って自律的に明るく生きてストレートであるっていうのはもともともあったかもしれませんが、この環境が清少納言をそういう人に仕立てていったと考えるのが普通なんですね。でしかも和歌の名人の家柄だから、宮中に行ってから公的な場で和歌を読めと言われた時は、いや父が素晴らしい人間だったんで父を恥ずかしめられませんっつって歌わなかった時に、みんな元助が有名なの知ってるんでそりゃそうだよねって言った記録もあるんですよ。それぐらい清少納言が元助を尊敬してたとも言えるんですけど、当然ながら元助は年だから死んじゃうわけですし、お兄ちゃんたちは支える力がないというような状態の中で自律的で強気なキャラを作っていったことをまず分かってあげてほしいんですね。ですから清少納言もそういう環境じゃなければまあ広っぽかったかもしれないんです、当時の女性ですから、うん、一歩引いてたかもしれない。でも私は私として強く生きていかなきゃ大変なんだっていう思いが強かった人だとも言えますよね、はい、まずそれを前提にしましょう。で遅咲き女房、これは清少納言のことですね、と亭主との劇的な出会い。清少納言は981年に、まあ、もうまだ幼い頃ですよね、はい、966年生まれですからに忠信の家氏家の氏とも言いますが立花の範光という人と実は結婚しています。ですから大河ドラマで打球の時にその清少納言桔梗がやってきて忠信様に誘われてとか、今度は忠信が今は俺は桔梗に首ったけかなとか言ってましたけれども、どうですか、若手で自分の番頭についてくれてる人の奥さんを行きます、はい、行かないです。首ったけだぜとか、いかに通い込んで目盗んでいけるったって、それ気まずいでしょう。だからちょっとそれは設定上ないと思うんですけれども、子供もいます。で、998年後の離婚して、
すぐに二十歳以上年長と見られる藤原の宗男という人と再婚して、さらに娘を授かったのが彼女なんですが、この998年っていうのも後で分かるようなちょっと不遇の時代、うん、なんでやっぱりスポンサーになってくれるっていうとおっちゃんなわけですよね、はい、紫式部も信孝はもう相当な年で、しかも親戚ですぐに死んじゃって、しかも正妻じゃないんですけれども、うん、やっぱりいろいろ不安になりますよね、はい、ただもう2番目3番目でもいいから、ある程度スポンサー欲しいよねみたいなところもちょっとあったんだと思います、うんうんうん、ね。でまあとはいえ話を戻すと、993年頃に28歳というちょっと当時としては遅咲きで、結婚もしていて子供もいる形で中宮帝氏に女房として仕えることに清少納言はなりました、うん、で遅いデビューだし、そんなことやったことないんで最初はうまくいかずに悩んだと、あの枕草子にも書いてあるんですが、はい、11歳年下の帝氏ですから、当時17歳の帝氏は大変賢い方で、うん、ですぐに清少納言の鋭さを見抜き、清少納言は認められていくという形になります、はい、で中宮っていうとなんかもっと上に誰かいそうですよね、奥さんかなんか、はい、ところがこの時期はちょっと大河でも描かれてましたが、一定三号とか言って、皇太后とかなんとかとか言っていろいろ難しいんですよ。ですから中宮という名前なんですが、これは事実上の一条天皇の皇后です。うーん、つまりトップバッター、はい、うん、一番手という形なんですね。で帝氏と一条天皇は天皇が3つ年下なんで仲がいい、うんうんうん、つまり17歳と14歳状態ですから、はい、だから帝氏が賢くて一条天皇も頼りになるから仲がいいわけですよ、うん、で帝氏の父である道長の一番上のお兄さんですね、はい、は関白です。この時おー華やかなサロンになりますよね、うん、でもうブイブイ言わしてるわけですよ。で清少納言も知性が磨かれていて評判が良くなってきて、どうも賢い人いるらしいよと、はい、でこれもちょっといろんなエピソードあるんですけども、ちょっとここでは枕草子に書いてあるエピソードは紹介しませんが、本当に賢いことをバンバンやっていくんですよ。うーん、そうするとそこに食い込みたいから、金立ち、つまり若い男性貴族たちが若くなくてもそういう和歌を送ってくれるんですよ。うん、結婚して子供いいんですよ、はい、なんだけどもうそんなのもあっけらかんとしちゃってから、もう本人も普通にもう甘い恋を楽しんでましたって普通に書いてるんですよ。あらら、もうチャラついちゃってるわけですよ、はいはい、ただそういうのは別に清少納言だけがなんだあいつってわけではありません、うん、よくある話なんだけど、ちょっとそういう華やかな帝氏のサロンっていうのをいいことに、清少納言もそういうちょっと全盛期状態でチャラついてしまっていたっていうのがこの頃だったんです、うん、ところが話が急転直下変わってしまいます、はい、道長のお兄ちゃんたちが亡くなります、相次いで、うんうんうん、でこれ近高家、つまり道隆の息子たちが中心になっていくかと思いきや、それを道長が事実上追い落とします、はい、で996年に道長が権力を握ってしまうと、一条天皇に気に入られている帝氏は道長のある意味邪魔者となりますよね、うん、ここでなんと180度流れや雰囲気が変わっちゃうんですよ、はい、で帝氏は当時身重だったんですけども、結局屋敷がなぜか火事で燃えたり、わで最初だから お兄ちゃんたちをかくまったりしちゃったんですよね、帝氏が。それもあってもう道長側に目つけられちゃって、屋敷が火事になったり、いろいろ中宮とは思えない屋敷を転々とさせられちゃったり、何よりもみんな当時の貴族は変わり身が早いですから、はい、みんな手のひらガンガン返しちゃうわけです、道長の方に、うん、勝ち馬にどんどん乗りに行っちゃうわけですよね、はいはいはい、で帝氏もポツンとしちゃうし、一条天皇は帝氏がいいんですけども、そんなこともみんななかったみたいに、もう道長系の方にどんどん流れがいっちゃうわけです、うん、で、まあ、意地悪まで言わないけど、そういうえげつない空気を道長側に作られてしまって、帝氏は苦しい中、なんと清少納言がチャラついてた人たちも道長系じゃないです、そうなると、うんうんうん、で
清少納言もなんだ道長のスパイなんじゃねえのっていう噂がじゃんじゃん流れちゃうんですよ。で清少納言もその当時チャラついてた自分を黒歴史化しつつ、はい、当然天使に迷惑かかるじゃないですか、そんなやつが評価されてるとか、うん、なんであんなやつそばに置いてんのとかで結局身を引かなきゃってことになるんですよ、はい、で清少納言は天使の元を離れて実家に引きこもってしまいます、うん、天使もポツンとしちゃうし清少納言も天使に迷惑をかけたくないから身を引いてしまうということが起きたわけですね、うん、これ結構急転直下ですよね。道長側にみんなが流れちゃって、うん、でそこで枕草子なんですよ。諸説あるんですけれども実は当時は結構大量な紙って高価だったんですよ、うん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 、でまだ順調だった時にこれちかつまり亭主のお兄さんが内大臣で大量の紙を天皇陛下に半分亭主に半分くれたんですよ。で天皇陛下は定期をこれ移してこれに使おうとかやってるけどうちはどうするって亭主が清少納言に言った時に枕にでもしましょうよっつったと、うん、ね枕草子って言うんですよ。で枕にでもしましょうよってなめたこと言ったと、うん、まあ、こういう写真のような人ですからね。でじゃああんたにあげるわって言ってくれたと、うん、それが残ってたんですね。だから例えば源氏物語は54条もあると、うんうんうん、これは道長がやっぱプッシュしたくて紙を全部紫式部にあげたんじゃないかって言われてるんです。紫式部そんなに大量の紙入手できないですよ ね、 そうですね。考えることはできるけど、うん、紙をどんどんパトロンで道長があげただろうって言われてるんですね。逆に清少納言はこの時の紙の範囲で書かなきゃいけないから、うんうん、枕草子で3巻しかないんですよ、はあはあ、うん、なんだけどこの時の紙をその大事に持っていた清少納言的にはこれで枕草子を書こうと決意するんです、うん、つまり亭主のサロンは落ちぶれてしまった、でも華やかだったことがある、言いたいことは山ほどあるけどそういうのを言うのは清少納言のキャラに合わなかったわけですよ、うん、だから言いたいことや悲しみを一切隠して、はい、落ちぶれてんなって言われても強気でそれで明るく華やかな亭主のサロンの記録を残そうとして書いたのが枕草子で、うん、それをいろいろ書いていくうちに貴族あるあるな随筆になったわけですね、はい、春は明け物とか、ね、冬は勤めてって、うん、どっちも早朝じゃねえかとかそういう意見があるんですけれども明け物の方が早い時間なんですけど、まあそういう何がいいよねこういうのってこうだよねとかで亭主様がこう言ってた時に私がっていうから随分亭主に気に入られちゃって生意気な野郎だなっていう人も現代でもいるんですけれども、これは亭主を励ますことにもなるし亭主が今みんなに振り向かれなくてもすごかったんだよ亭主様はすごいんだよってことを清少納言は亭主愛で必死で書き残したとも言えるわけですよ、うん、すごいですよね、うん、でそんな中ある日有名な話なんですが亭主から離れてたら使いが来て山吹の花びらが来たと、はい、そこに岩で思うぞって筆で書いてあったんだって、うん、さすがちょっとロマンチックですよね。岩で思うぞってことは戻ってこいとは言わないけどお前のことを思ってるんだぞって意味ですよね。おうおうおう、うん、だから戻ってこいとは言わないと、いろいろあるんだろうと、うん、私の口からそういうこと言わないけど私はあんたがそのすごかったし素晴らしかったし必要だと思ってるぞって意味ですよね、うん、その手紙をもらって清少納言は決意をして亭主のもとに戻ります。おで枕草子もその間完成させつつですね、亭主はやっぱりあんまりこういい環境に置かれないんですよ。でもその間なんと巫女を授かっちゃうんです、男の子。おうおうおう、ってことはもう道長これですよね、はい、でそれで対抗して少子を巫女が生まれたその日に入れてるんですから。だからどうもまた子供ができたぞって言ったらあちょっと精子入れるぞ精子って言って精子はもう本当にちっちゃい子なんですよ、はい、だから精子もかわいそうですよね。お天皇に気に入られてこいお前ちょっとセクシーなったってもう子供だからどうしていいか分かんないわけですよね、はい、だからそういったような状態は亭主がやっぱりまだ一条天皇には評価されていて邪険にされながらも巫女を授かった。
そしてその環境ではやっぱり聖少納言を必要としていたんですよね、うん、で舞い戻った聖少納言は枕草子を完成させつつも亭主のために各地の寺社を回るようになったとされています、はい、いろんなところ亭主様がもっと良くなりますようにって。しかし御子を授かった後道長に聖少子を、聖子様少子ですね少子をね秋子でしょうねに受胎させられ3度目のお産の直後に亭主は24歳で亡くなってしまいます、うん、でそれに伴って聖少納言も宮中を去りその後は地方に流れていったとかあまりいいような話は聞きません。ですからなんかこうすると NHK は今回は紫式部が主人公ですから聖少納言は厚かましくて強気なやつで慎み深い紫式部はこんな感じでみたいにしてますけども実は聖少納言の方が悲しみを抱えた人だったとも言えるわけですよね、はい、で結局その最後がありましてね、はい、その後に枕草子は残されて貴族あるあるとかそのセンスの良さから貴族の愛読書になるわけです。うーん、ってことは道長に従ってる人たちも枕草子を読むわけですよね、はい、で賢いから聖少納言は実は道長激褒めなんですよ。うーん、事実そうだったのかもしれないし分かんないんですが道長にここまでやられながらも道長のことは激褒めなんです、うん、だからそういうこともあったんで枕草子は貴族側としても読めますよね、はい、聖少納言が道長にぶたれてたら読めませんよね、うん、ところが激褒めだから読めるわけですよ。で貴族の愛読書になっちゃう。でも持ち上げてるのは実は亭主だ、うんうんうん、だから道長はおそらくそれに対抗して紫式部とか才能のある人ね、赤染衛門とか、うん、場合によっては泉式部もそういう傾向があるんですけどそういう人たちをどん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 そのプッシュしてスカウトしたりしたわけですよね。ですから紫式部日記っていうのは少子の出産のその記録が前半だし、はい、後半はエッセイなんですけど映画物語っていうのは歴史書なんですが広い時代をやりながらも大半が道長の時代で道長褒めてるんですよ、うん、これもはっきりはしないんですが赤染衛門が書いたとされてます、うん、ですからそういう人たちに道長中心に書かしたりしたっていうのは枕草子への対抗意識なわけですよ、うん、だから逆に言えば聖少納言が枕草子を書いてくれたおかげでその後にやってきた紫式部は源氏物語紙もらえたり道長からパトロン化してもらって、うん、そうやっていろいろやることができたとも言えるわけです。ただ紫式部からしたら実は紫式部日記では聖少納言のことはケチョンケチョンなんですよ、ね、こんな人とかひけらかしてて大したことないとか知識もいまいちとか、うん、こんな人いいことあるわけないじゃんって書いてあるんですね平たく言うと、うん、だけどそれは本当に嫌いだったのかもしれないんですけども紫式部からすると結局聖少納言側に何つうんですかプラスにしちゃったらいけないですよね。道長寄りに動かなきゃいけない人だから、はい、で亭主はすごかったのよっていうのが受けてるからそうじゃないよっつもいっぱい作ろうよって言ってるわけですよね、うん、その人気を薄めるためにで結局その源氏物語がじゃんじゃん受けるわけですよ、はい、もっと長いしすごい ものすごい小説だし、うん、枕草子みたいに何言ってんのお前って言われないです。いや小説ですからって言えるわけだから紫式部っていうのはそれで名前を挙げられることもできたんですけど立場がだから全然違ったわけですよ、うん、政治的に。なんで紫式部も聖少納言もよく書き残さなかったのではないかというふうに見られています。いかがでしょうか南吉書。いやこの聖少納言はもうこういう性格になったがならざるを得ない過去があるみたいな感じだったんですね、うんうん、だから我々は表面だけを見てですね、うん、なんかこういうドラマでも聖少納言ちゃんってああいう子よねとか、はいはいはい、そういうなかなか強気よとかいうふうになんか表面的に捉えてしまいがちなんですけれども、はい、ちょっとだけ掘り下げていただくだけで聖少納言が育った環境であるとか、うん、そして亭主との信頼関係があるからこそ絶対グズグズ悲しみとかを出さずに強気で枕草子を書いてしかも道長のことも褒める、はい、っていうような亭主も褒めてたって形なんですよ、うんうん、
っていうようなものを作って後世に残りやすくしていた、はい、賢いですよね。自分は落ちぶれるんですけども、そういうことができる賢い清少納言だったからこそ、彼女の作品は今でも輝いて、その現代の我々も貴族あるあるっていうと、その枕草子を引用するわけですよね、うん、だからそういうようなことがその歴史に残すことになったわけです。ですから今回の大河で桔梗がどのように描かれるかは分かりませんが、ぜひ桔梗のこともこの動画を思い出してですね、ぜひ応援していただきたいなというふうに感じています。今回の動画は以上となります。南紀市長とお送りしました。視聴者の皆さん、ご視聴どうもありがとうございました。